来ちゃったぞ。はや、すみませんすみません、お着替えした後で急にトイレって言い出して、今来ますので。しんのすけ早くしなさい。おい、すみません、急いでる時に限ってこんなことに。おうん、まったくもう。来るそうです。それまで私が預かってますよ。大丈夫ですか？副園長の方が。今日はあいにく外出中でして。ひまわりちゃん、私と遊んでましょう。アップやっぱり。やっぱりですか。というわけで、ママがお迎えに来るまでひまわりちゃんをお預かりします。やっ。バスに乗り込むなんて、さすがしんのすけの妹だね。えへん、さすがオラの妹。あのね、威張ることじゃないでしょ。うわあ、赤ちゃんだ、かわいい。ひまわり組のひまわりちゃん。赤ちゃんがいるっていいわね。これあげる。私も。僕はこれあげる。お。へへへ。気に入った。ひまはピカピカしたものに目がないですからな。じゃあこれあげるわ。私も。僕も。なんでこんなにペダルが重いの。あー、バンク、嘘でしょ。なんでこんな時に。ほら、お城の完成だよ。はやい。ひまちゃんはお城のお姫様みたいだね。はや、の、はや、かわいい。これは僕が王子様ってことかな。プリンセス、私があなたをお守りします。へえへえ、ひまわり様、何なりとお申しつけください。へっ。うん、トロニちゃん、オラとも遊んで。やめろ。それよりもっとひまわりちゃんの面倒を見ろよ。お兄ちゃんだろ。ほうほう、
なら最近ひまわりがお気に入りの遊びする？え、そんなのあるの？吉永先生を鬼やって。え、私？大人がやるとひまが喜ぶの。へえ、そうなので、なのに？だるまさんが転んだ。喜んでる。よっぽどお気に入りなんだね。ひまが準備 OK って言ってるぞ。はいはい、では、だるまさんが転んだ。違う、そうじゃないぞ。だるまさんが転んだ。だるまさんが転んだ。それは私がやるの？だって鬼でしょ。早く早く。仕方ないですね。早い。だるまさんが転んだ。早く上かよ。お尻の振りが甘い。もっと大胆に。だるまさんが転んだ。ダメだぞ。もっとこう、だるまさんが転んだって感じで。はよわよよよはよわよよ。だるまさんが転んだ。まだまだ。へやよ。だるまさんが転んだ。見てられない。先生って大変ね。だるまさんが転んだ。行っちゃった。吉永先生がお下手だから飽きちゃったみたいだぞ。ひまちゃん、こっちおいで。あれ、今度は追いかけっこだな。あ、そうか。ひまちゃん、待て待て待て。かわいいな。妹がいる生活ってこんな感じなのかな。今のやつ、本気出してきたぞ。待って、ひまわりちゃん、そこまでだ。しんちゃん、ひまわりちゃんを止めて。ひま、いい加減にしなさい。この度は、ご迷惑をおかけしました。おお、母ちゃん、遅いぞ。お待ちしておりました。すみません、すみません、本当にご迷惑をおかけしました。いいえ、無事にひまわりちゃんをお返しすることができて何よりです。本当によかったです。数年後にこの子が幼稚園に来たら、だるまさんが転んだを毎日やらされるのかしら。赤ちゃんのお世話って大変なんだね。そうよ、お兄ちゃんは大変なんだから。